グレアムランド北部と周辺の島々1南極半島、2ジェームズ・ロス島、3デュルビル島、4ジョインビル島、5ダンディー島、6スノーヒル島、7ベガ島、8シーモア島、9アンダーソン島、10ポーレット島、11ロッキャー島、12イーグル島、13ヨナセン島、14ブランスフィールド島、15アストロラーベ島、16タワー島、シーモア島は、 南極半島のグレアムランドの先端に存在する16個の島からなる列島を構成する一つの島である。グレアムランドは南極大陸で最も南アメリカ大陸に近い位置にある。半島の北端の西側に列島がある。この中でシーモア島はスノーヒル島の少し北ジェームズ・ロス島とベガ島の東に位置する。シーモア島は 島内にあるアルゼンチンの南極観測基地の名前からマランビオ島やシーモアマランビオ島と呼ばれることもある。島内にはアルゼンチンの通年の南極観測用航空基地であるマランビオ基地がある。冬季には基地には平均55人が滞在するが、夏季には基地の人口は180人に増える。マランビオ基地で計測したシーモア島の平均気温は夏季節新一度、 冬季摂氏21度である。しかし冬季には、強風により、体感温度は低く、摂氏60度にもなる。シーモア島を構成する岩は、主に白亜紀陶期から、四神予にできたものである。1882年11月、ノルウェー人の大佐カール・アントン・ラーセンは、ジェイソン号で、シーモア島に上陸し、この地の地図を作ったほか、化石を発見した。興味深いことに、 ジェイソン号によるラーセンの探検は、1901年から1904年にかけて行われたスウェーデンの南極体験隊よりも、はるかに実り多いものだった。この探検の間、アンタークティック号は氷山に衝突して沈没し、隊員は、近隣のスノーヒル島で、ペンギンやアザラシを食べて14ヶ月も生き延びなければ、ならなかった。その後、 シーモア島は古生物学の研究に注目されることとなった。シーモア島では南極の氷河化が始まった死神魚の寒冷化の研究が盛んに行われている。南極海の炭酸塩の祭流の研究により死神魚の間に気温が単調に減少したのではなく、この期間の中期に気温が上昇する短い期間があったことが示唆された。シーモア島では 死神夜のこの時期の様々な種の化石が研究されている。その中には、絶滅したペンギンの種、様々な種の二枚貝等が含まれる。1982年には、シーモア島で絶滅した有体類のパリダラパデイカが発見された。これは、南極大陸に、かつて哺乳類が生息していた初めての証拠となった。その他、オポッサムメやミクロビオテリウムメ、ユーヒズメ類、 謎の絶滅目であるガンデワナサリアの化石も発見されている。ありがとうございます。